はいどうもこんにちは。今回はローゼムンとポルフィリン合成について紹介していきます。この反応はピロールとアルデヒドが4つ縮合してポルフィリンという大環状化合物を作る反応です。反応機構に移る前にポルフィリンの構造について少し見ていきましょう。ポルフィリンはこのように全ての結合がパイ薬系で共鳴した大環状の方向属化合物の一つです。で、これ方向属なんですけど手書きで実際に書いてみるとあれと思うことがあるんですよね。 実はこの構造ってここで切るとこっち側とこっち側で線を引いている場所が対象じゃないんですよ逆側のこっち向きに線を引いたら左右対称になるんですけどこっち向きだと左右対称になりませんこれね最初何も知らずなんとなく書き始めると途中で線がわけわかんなくなるんですけどこっち側はこのピロール管の中に二重結合がありますよね でも、こっち側はピロール管の外に二重結合があります。もちろん、この構造はパイ教薬系なので、こっち側の構造とこっち側の構造は区別されていない同じ構造なんですけど、どうして構造式を書こうとすると非対称になってしまうのかっていうのを見ていきましょう。この話を理解するには、ヒュッケル則というものを押さえておいた方がわかりやすいと思います。ヒュッケル則っていうのは経験則ではあるんですけど、そこそこ大きい管までしっかりと適用できる規則です。 ヒュッケル則の内容は、π 電子の数が 4n プラス2の時に方向属性を持つというものなんですけど、二重結合っていうのは二電子からなりますから、簡単に言うと二重結合とロンペアの数を足すと 2n プラス1、つまり奇数の時はこのヒュッケル則を満たします。ここで少し話し変わって、アヌレンという構造について見ていきます。アヌレンっていうのは、強弱系の二重結合がつながって間になったものなんですけど、この骨格がちょうどポルフィリンの一番外側の骨格と同じ炭素数になっています。 でこれは二重因管なので炭素数を用いて二重アヌレンという言い方をしますこの二重結合は全て協約しているわけなので10個の二重結合つまり20個の π 電子を持っていますでこの π 電子20っていうのは先ほど言ったヒュッケル速を満たしません n イコール4だったら16プラス2で 18n イコール5だったら20プラス2で22となりますから20個っていうのはちょうどその間ですよねこういった電子数を持つアヌレンっていうのは半方向属といって平面構造を取る方が不安定なアヌレンになります ここでこのポルフィリンの方をまた見てもらえると、ここの部分で二重結合の位置が二個飛ばしになっていることに注目します。ここの部分が二重結合、単結合、単結合、二重結合という風になっています。これを抜き出すとこういう風になります。ここの部分で二重結合が二個飛ばしになっていますよね。でもやっぱりここの部分っていうのは sp2 炭素になってもらわないと、ヒュッケル則以前の話で方向属ですらなくなってしまいます。そこでこのピロール管の登場です。 重要な部分だけを抜き出すとこういう風になります。このように管から外れたような形で二重結合を作ってしまえば、この二重因管っていうのは全ての炭素が sp2 炭素になります。しかも結合の位置を2箇所ずらしていることによって π 電子の数が2つ減らされていますから、この外側の骨格は 18π になりました。あとは残りの部分を全て単結合でつないで、内側の4つっていうのを窒素に置き換えればポロフィリンの構造になります。これが理由で、ここのピロール管とここのピロール管は構造が一致しないんだということだったわけです。 ただしさっき言った通りこの構造は方向属性なので全てのピロールの構造というのは等価になっています紙に書くときは仕方ないのでこのように結合が組み替わりますけども実際には区別されていないということは理解しておいてください このポルフィリン管全体としては一番外側の管だけで 18π 系になっていてその内側に二重結合が2つとロンペアがこことここに2つあるので全部で 26π ということになりますここの窒素のロンペアはさらにその内側の部分の協約してない部分に出ていますから関係ありませんねこの18という数字と26という数字はどちらもそれぞれ n イコール4と n イコール6の場合のヒュッケル速を満たすので結果としてこのポルフィリン管は方向属の平面分子ということになります では反応機構を見ていきましょう。最初は4つあるピロールとアルデヒドのうち1個ずつが縮合します。まずピロールが自分のロンピアを押し出すことで方向属給電質感反応を起こします。で、アルデヒドに攻撃するんですけど、これは酸性条件なので、このアルデヒドっていうのは最初にプロトンが孵化しています。で、次にここの OH、今アルデヒドだった OH ですね。 これがここの水素を引き抜いてピロール管が方向族へと戻っていきます。で、こういう風になるんですけど、もう一回同じようにピロールのロンペアに押し出されて、ここの部分に二重結合を作って水が脱離します。そしたらここの二重結合っていうのはピロールの部分が方向族に戻ろうという力が働きますから、給電姿勢を帯びています。なので別のピロール分子がこの二重結合に対して方向族給電質管反応を起こします。 で、今、ここの部分っていうのは、方向属給電一感反応を起こしたので、こういう風になりました。で、ここのプロトンが外れて、こっち側もピロールに戻ります。そしたら、これとアルデヒドが反応して、部分的にここの部分だけっていうのが、この上の構造と同じになります。もう、ここは同じなので省略しますね。で、向きを変えると、こういう風になります。 そしたら今できたこいつが2分子縮合してこういう構造になります。縮合の過程がここの部分とここの部分でこういうふうに縦に起こるわけですね。そしたらこの構造を酸化することでポルフィニになるんですけど、ここから抜ける水素っていうのが6個なんですよね。 具体的にはこの6個が抜けてるんですけど、外側の4箇所っていうのは方向族の隣の炭素についているプロトンなので、この部分ベンジ類ですよね。なのでこのベンジ類の4箇所っていうのが外れて、内側の2個っていうのも最初に解説したように方向族を作るような形で2つ外れます。ここの部分は酸化剤による酸化なので反応機構とか特に書けるものじゃないんですけど、紙に書くときにはピロールの部分の結合っていうのがこういう風うに組み替わっていることに注意してください。 ということで、もう一度表示させますけど、全体としての反応はこのようになります。この R の部分は、今回全て同じアルデヒドを置換させていますけども、上手に反応を制御することで、異なる置換器を導入することもできるみたいです。今回の反応は特に薬学系とかの因子で重要になってくる話だと思いますし、反応そのものはそこまで難しい反応機構ではないので、よかったら省略した部分を自分で書いてやってみてくださいね。 最後に告知です。この新有機科学チャンネルの中で紹介した反応を検索することができるアプリっていうのをこの度リリースすることになりました。非常に便利なアプリになっていますので、興味がある方はこちらの QR コードもしくは概要欄の URL から飛んでぜひダウンロードしてみてください。App Store の方でも直接新反応機構と調べてもらえれば出てきます。まだ iPhone 版しかないんですけども、Android 版は絶賛開発中なので、Android の方はしばしお待ちください。今回の動画が役に立ったという方はチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いします。ご指摘リクエスト等ありましたらコメント欄にどしどし書いてください。 アプリを使っていただいた方は App Store の評価とレビューを書いていただけると励みになります皆様のお勉強の役に立てれば嬉しいですそれではバイバイ